Thank you.
だんだんね、手が腱鞘炎になって疲れちゃう。あー、そうそう、このピアノが弾けなくなるぐらい手がプルプルしてくる。ガタンっていくのがびっくりしますね。そうそう、確かに確かに。そうね、いや、私生まれて初めてです、これ、このドリルを。あ、ドリルを握った。はい、そっかそっか。私も今日が初めて電気ドリル触ったのが初めて。え、本当ですか？そうなんだ。そうなんですね。初めてペアです、ね。ちょっと初めてペアな、すごい。私ね、結構なんかポーズするの好きだから。お会計はね、今月から。第9回首都防災ウィークの竹あかり制作のワークショップ3日目ということで、今日ね最終日になりますね。はい、はい、で今日気合い入れていかないとね、終わらないと困るので、はい、今日も頑張っていきましょう。あはい、ではですね、今日最初にまた今日の流れっていうところで池田千佳さんにちょっと解説をしていただいて、はい、わかりました。はい、まず今日参加初めての方は原さんから穴開け指導をそちら側でこっちね、こっちね、はい、受けてもらい、うん、いや、ランテンが来たことあるよっていう方はですね、まあもう随時作業に入ってもらうんですけれども、残ってる作業としては、4人の穴開けかな、もう終わってる。あ、4人新しいやつも、あれ？でも新しいではね、多分終わってる。結構早かったんですけど、今の時点でも4ミリまで残ってるね。4ミリ。あ、残ってる、ね。微妙に、残り方が微妙。うん、絶妙な、微妙に残ってるという感じなんですけれども、ならば、まあ4ミリ残ってるやつ、そして25ミリというものがあるので、25ミリ先生がもう今担当しているので、2人ついてもらって、機械があと2台あるんで、25ミリ2台使って1号2号をやっていきましょう。あと、そしてさらに1号2号に LED を入れる穴開けがあるんですね。あ、これはこれ大変です。で、ここまで終わると次は掃除に入れるので、掃除機担当、ここはちょっといっぱいいるかなと思うので、掃除をしていくという流れになります。で、その後は LED 配線から、なのでお昼前までに LED がつき始めていってるような状態までし、昼過ぎぐらいからは組み立てが始まっていて、で18時試験点灯になっておりますので、はい、ただ制作指導は16、あ、違う16時
16時までになっておりますので、それまでちょっとで進めたいと思います。はい、あ、ちかおさん、あの、はい、今日また初めて来た人もいて、はい、そう、今たちワークショップをもう一回多分やりたかったりとか、あ、わかりました、あるので、それを、ね、どこに入れていくか、お昼前の、うん、ところに、やっぱそこ、ちかおさん入ってもらってやってもらった方がいいと思う。わかりました。最初はここに並んで、ここ並んで、穴開けで、その席1回かい、あの、解散して、で11時半からワークショップっていう感じで、はい、じゃ あ, あの山口くんとか、うん、はい、で感じでやっていきましょう。はい、ではスタートします。よろしくお願いします。今回オブジェ作りを型紙でやってるんで、今回もチョークでは自由にデザインしてもらって穴を開けるっていう形にしてます。皆さん自由に描いてもらって、でチョークで描くんですけど、そのままだとチョークが伸びないので、いくつか表現していく方法と面にしていく方法があります。で、あの図柄を見てもらうと分かると思うんですけど、あれ面の表現になってます。どういう風な表現かっていうと、こういう風なものがあって、これ全部穴で全部穴を開けていくことによって、この部分を見せるような表現です。そんなにすんなり入っていかない。
て結束バンドで止めます。斜面に向けてちょっと力がいるんですよね。で、まっすぐに向けて止めないとあれなので、はいはい、結構難しいんですけど。よく見てて、よく見てて。まだ自由が効くので怖い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 。これが言ってるのわかるかな、ね、でこれの真ん中をこれで結束バンドで動かないように、ね、いや、お子たちちょっと一回練習でね、力が足りない。そうで、これでグッとこのとこで2パーかな。そうそう、あとで最後にちょっとやるので、向きだけちゃんと、うん、ちゃんと押さえてね。そう、そう、黒目、そう、真っ黒目。だからちゃんと LED のさっきの、あの黄色い LED ってこれなんですよね。これが LED なんです。これが、こうやってこうやってつけてるんですね。この下に、この下に。こうはい、うん、タンク4つ入ってる。え、下に向けるんですか。下え、ライトが、うん、ライトがこっちです。ライトがこっちで、うん、あ、これもう1個こっちかな。うん、はい、スーパー引っ張って4つこれですね。そう、はい、できますか。組み立てが始まってます。最後の力のパーティーのこっちに足を掛けて。そうですね、はい、でその前に一回休憩していただいてもいいです。もう疲れ。Yeah, we're done.